シャナナ TV をご覧の皆様、はじめまして、この番組、今日から新しく始まります、きっかけあらカルトという番組でございます。私の方、番組の方担当させていただきます、スーパー変態サラリーマン平凡と申します。よろしくお願いします。ということで、この番組ね、今日から始まるわけでございますけれども、何なのそのきっかけあらカルトというようなことがあるんですが、まあ、いろんなことをですね、ゲストさん迎えながら、いろんなロケしながら、どうなるか全然今のところはっきり決まってませんが、基本的にはゲストさん迎えながらですね、いろんな、成功して、うまくいってる方、いろんな地球を楽しんでる方含めて、やってはるゲストさんが、そういうふうにうまくいったところまでのこのきっかけ、これがあったから、今のこのゲストさんがこんな風にうまくいってるんだよみたいなことをですね、ちょこっとフォーカスしまして、この番組ね、始めていきたいというふうに思っています。このアラカルトという意味なんですけれども、アラカルトの方は、実際によく皆さんいろいろとかっていう意味確かにあるんで、きっかけがたくさんいろいろあるっていう意味でもあるんですけれども、実は、コース料理とか選ばれた時にその中で自分で一つチョイスするという意味が、実際にあるそうなんですね。ですので、その成功された方もしくはゲストに来られた方が、その一つのあることを自分でチョイスすることによって、今のゲストさん、今のいい感じになってますよっていうような実は意味があるということで、この番組できっかけアラカルトと、この辺きっかけアラカルトが出てる感じかとね、思いますけども、初めてね、いきたいなと思います。今日からね、どんどん、楽しく毎週毎週この番組、楽しみに皆様に見ていただけるようにこの地球上全世界にこの番組を、発信していきたいと思いますんで、ぜひお楽しみによろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速今日は、ゲストさんのご紹介から、始めていきたいと思います。記念すべき第1回目のゲストさんでございます。本日お越しいただいておりますが、株式会社テイクセブン、代表の熊田、明典さんことノーリーさんです。ノーリーさん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、今日はありがとうございます。ということでこれ、はい、番組始まりましたけど、はい、始まっちゃってよかったんですか。これ、ね、僕でよかったんですか。いやいやいや、本当にありがとうございます。いやいや、これオファーいただきましてね、番組に出させていただけるということなんですが、はい、実はですね、この株式会社テイクセブン代表ということなんですが、はい、これ熊さん、もうノーリーさん、はい、ノーリーと呼んでください。はい、僕もヒラボンって言います。ヒラボン、はい、ノーリー、よろしくお願いします。ヒラボンで、ヒラボン、ノーリーで、これ、はい、行きたいと思いますね。実はこのね、はい、テイクセブン代表の、はい、ノーリーさんですけども、はい、実はなんでこの第1回目のゲストにお越しいただけたかと言いますと、はい、実はですね、この、新しくできました、インターネットテレビ局、シャナナ TV の実はね、局長さん、局長であります。ということでね、はい、実はあの偉いさんでございます。いや、偉くないですよ。ノリさんがいるから実はこの局が始まったということがありますので、まあ、今日はですね、まあ、いろんなこれからゲストさんもお迎えするんですが、ノリさんの方に、はい、まあ、そもそもですね、なんでこのシャナナ TV というのを、はい、まあ、開局されたのかと。いきなりこう確信に迫る質問が当たり前じゃないですか。あ、なるほど。そもそもその前にちょっとだけ、はい、ノーリーさんって何してる人かっていうのを、あ、そうですね、まあ、ちょっと、ね、紹介してもらって、まあ、はい、します。はい、テイクセブン、テイクセブンって何かいうところですけど、はい、ここテイクセブンなんですよ。テイクセブン、はい、シャナナ TV という、テレビ局をこの度ね、はい、平文もご協力のもと立ち上げることになりました。はい、を運営している会社がテイクセブンという会社なんですけれども、はい、まあ、その会社がシャナナ TV をやっていますよ、はい、
それだけのことでした。えらい早い終わりました。もともとのこれテイクセブン自体は、はい、そう、ああそうですよね、代表さんですけど、はい、何されてるんですか。もともとはあれですよ、音楽の制作をやってる会社なんですけれども、はい、楽曲提供、はい、音源制作、はい、まあ、コンテンツというか、その、まあ、エンターテインメントに関わる、はいはいはい、その、まあ、音楽であったりとかの中身をいろいろと作って提供している。でまた、所属アーティストがいたりですね。ちゃんと所属アーティストもいらっしゃって。そうなんですよ、ね、おりましたり、はい、まあ、本当にいろんなものを作ってるんですけども、うん、まあ、音楽という音というものを軸にした、はい、言ったら、まあ、曲であったり詩であったり、はい、歌であったり、まあ、ライブイベントであったり、はい、で、まあ、今回はさらにちょっと広げて、音と、まあ、音楽と映像っていうのはすごくそのつながりが強いものですので、そういうのもあって、はい、まあ、今回ちょっとあんまり音だけっていうのを狭めすぎずに、はい、コンテンツっていうものを全体的にもっと広げて、まあ、映像もコンテンツだし、はい、こういうトークだとか情報とかもコンテンツだし、はい、うん、もうちょっと視野を広げたことをやってみたいなっていうのがありまして、はい、でこの度こういうシャナナ TV っていうテレビ企画ですよね、を、テレビ局を立ち上げた。まさにテレビ局ですよね、はい、まあ、はい、でも今までも映像は若干されてたりしてたんですよね。そうなんですよ、所属のアーティストがいたもんで、また番組がいいんですよ、でね、それもね結構ね 70何回めっちゃやってる中で、なんかほんまに音楽屋かっていうぐらいその映像を作るノウハウがどんどん溜まっていってしまって、はい、でこれなんかやりたいなっていうのも、うん、きっかけ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 アラカルトでございます。きっかけアラカルトだったんですけどね。はい。はい、なるほどね、そうなんですね。そうなんですよ。うん、で、まあ、この番組に初めてちょっとこうゲストでね、はい、出させていただいて、初めて見られた方もいらっしゃると思うので、何これみたいな。どっちがパーソナリティでどっちがゲストで、お前ら誰って感じで思われてる。誰っていう感じなんですけど、はい、そういう感じで。一応パーソナリティと、はい、として、平凡に、はい、よろしくお願いします。今週からお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、なので、これシャナナ TV の、はい、ノリさんは局長さんで、はい、局長であります、はい、局長です、はい、よろしくお願いします、っていう感じで、はいはい、始めまあまあね、ちょいちょい、はい、ここも登場していただけたら、あ、いいんですか。全然もいや、僕結構風吹かしますよ。大丈夫ですか。いいですよ、僕一人でやるの寂しい寂しい。あ、そもそもこのアラカルトきっかけ、アラカルト、きっかけ、アラカルト、きっかけっていうことは結構平凡にとって重要なキーワードなんですよ。ね、うん、きっかけ、その、なんでしょう、うん、そのこれがやっぱあるから、これ誰でもそうだと思うんですけど、これがあったからなんか気づくと、うん、あ、ここに来たわっていうのが多分誰でもあると思うんですよ。あ、そうですね、まあ、先ほどちょっと言ったんですけど、まあ、いろんなゲストさんもそういうことあっただろうし、はい、まあ、ここでいろんな方来ていただいて、もうそのきっかけをちょっと聞いてもらって、あ、そんなちょっとのことで、あ、今こういう風にこの方なってるんやっていうのを、うん、まあ、感じたり楽しんだり、聞いたり見たりしてもらうことによって、あ、僕もいけるかも、うん、あ、私もいけるかもみたいなのが、なんかこの番組から、はい、感じてもらえたらすごく嬉しいかなと。まあ、ちょっとしたことですもんね、うん、その例えば人生が大きく変わったきっかけとか、やっぱりいろいろそのいろんな人のお話聞いてると、そうですよね、もう、あ、そんなことでっていうことって結構あるんですよね。あるんで、うん、だからそういうのが、うん、広がっていけるような番組にこれなったらいいかな、うん、そこをこう何がその人にとってきっかけだったのかっていうのを見つけ出すみたいな、ちょっとだけ、ちょっとだけフォーカスして、はい、あ、ですね、あんまフォーカスするともうそこばっかりになってしまいますから、はいはい、まあ、そんなこともしながら、まあ、いろんな他のことも楽しんで、うん、なるほどですね、なんかこの番組面白いやんって言ってもらえるような、はい、遅れました、すみません、もう OK、続いてきていただいて、はい、すみません、はい、こんなこと局長にやらせてもらって勉強します、はい、やっていけたらと、はい、いうふうに思いますし、はい、まあ、ね、私もですね、普段、まあ、ラジオの方は、はい、させて、そうだ、ラジオやってはるんですよね、いただいてるので、まあ、人前で喋ることはあるんですけども、まあ、なかなかですね、こう絵面がですね、こう映りながらっていうのないんで、うん、しかもね、これ今ちゃんとこう後ろも背景があって、はい、もう見ていただけてる方がまさに今テレビやんと、そうですよね、いう感じで、ここに滝があって、こう滝に
またそんなん言うたら継ぐ人大変なんですからね、これね。滝入る体になってまいりますからね。ちょっとぶっ込みすぎました、すいません。そうそうそう、はい、言うて本番これ滝入っとったら面白いですよ。面白いですよ。まあそんな感じでね、はい、まあ、楽しく、はい、やっていけたらなというふうに思います、はい、でもこの、小西さん、このシャネナ TV これやるにあたって、うん、どんなきっかけですか。きっかけどんなことですか。いや、あのね、やっぱり情報をね、はい、発信していくってよく言いますけど、なんか今我々が受け取ってる情報って、はい、インターネットであったり、うんうん、テレビであったり、うん、こう、まあ、そういうところから情報を収集してるわけで、インターネットはまあ分かるじゃないですか、はい、誰でもこう、ね、ホームページを持って、はい、まあ、ニュースサイトがあって、で、テレビとかこの、まあ、ネット放送っていうのも結構あちこちあるんですけど、やっぱりね、こうどん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 とその時代が進んでいくに従ってそういうのが簡単にできるようになってきてはいるんですけれども、まあ、ちょっと切り口を変えた形でね、はい、その話ちょっとまた後ほどゆっくりもしたいと思うんですけども、はい、でもやっぱりちょっと切り口を変えた目線で、きっかけ言って大丈夫ですか。あ、アビスイソンも全然大丈夫ですか。そもそもは、まあ、うーんとか、うん、ありますね、うーんとか、うん、言っていいんや、これ、うん、言っていいんすYouTube とか放送しちゃいますから、ね、YouTube、はい、Ustream とかの、ね、チャンネルから、うん、まあ、放送を見に行くような時に、どういうふうに、はい、見に行くかっていうと、うん、こう何時から始まりますよっていうのに合わせてこうみんな見に行くわけじゃないですか、うん、はい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 、で、まあ、僕もよくそういうのやるので、うん、全然なんていうんですか、見に行ったりしてたんですけど、はい、7時よりちょっとでも時間が早かったりすると、はい、やってないんですよね。はいはいはい、あ、ザーいう感じの時ありますもんね、はい、繋がらないんですよ、うん、そもそもね、うんうん、で、まあちょっとそのネットサーフィンとか暇するしやってるともう番組半分ぐらい終わってるとか、はい、で、番組とりあえずまあ見れて終わってからも、うん、なんかその場ではい終わりました解散みたいな感じでいくんですけど、なんか、うん、もったいないなって思ったりしたのが、うん、まあ、ちょっとまあヒントだったりもしたんですけど、きっかけですよね、そういう感じで、まあ、やっちゃおうかと、やっちゃおうかって、面白いことはこう何でもやっていきたいので。なるほど。あ、そうそうそう、はい、面白いことと言ったら、あ、僕らイベントも、ね、いろいろされてはるんですよ。そうなんですよ、イベントの企画とかも、イベント企画ですからね、はい、やってます。どんなことを最近やりましょう。最近はね、実はね、大人げナイトっていうイベント。大人げナイト、はい、ほー、大人気と書いて、あ、大人気の大人げ、はい、大人げないよの大人げなんですけども、はい、大人げナイトっていうイベントを立ち上げまして、なんか、はい、大人の人たちが、はい、音楽をその見に行ったり聴きに行ったりするだけじゃなくて、はいはいはい、自分からこう音楽に積極的に参加してほしいなっていう僕の願いが、はい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 、でそういうこうなんていうんですかね、音楽に自分も関わりたい、実際演奏する側、うん、歌う側に関わっていきたいっていう人たちを、はい、その集めたイベントみたいなのをやっておりまして、どんな風にされてるんですか。ね、それがねちょっと映像があるので見てもらえましょうか。いただけたらいいのかななんて思っておりまして、はい、じゃあ大人げないと映像、はい、よろしくお願いします。
っちゃ楽しいですよ、これ。はいはいはい、野口さん歌ってましたよね、歌って、はい、すいません、ちょっと趣味でバンドアーティストさんですからね、はい、あの、まあ、あれはもう完全に趣味のバンドで、はい、あのね、それもね、きっかけは、うん、その中学高校時代の友達とね、はい、バンドをアマチュアバンドをやろうと、もともと僕アーティストやっててメジャーでデビューしてたんですけど、してはった、はいはい、なんですけど、いやいやいや、はい、それであの長いことじゃあ音楽の制作会社をやってて、はい、やっぱりその受注で音楽をやること、うん、これも全然楽しいんですけど、はいはい、でもこうなんか自分からその好きでスタジオ代払、お金自分で払って練習行ってやるのってこんなに気持ちのいいもんやなんや、で大人にとってね、こうスタジオ入って一回練習して、はい、うん、あ、スタジオ代ってかかるんですけど、かかりますよね、高校生の時とかね、一人で割って1500円払って帰る、結構痛かったんですよ。僕もね、ちょっとやっとったんで、高い、お金高い、高いんですよ。言いながらこのね、1500円払われへんのですよ、これ。そうなんですよ、そうなんです、うん、お小遣い5000円とかの中からやりすぎてますから。そうなんですよ。それがね、大人になって2時間あんだけワイワイ騒いでスタジオで大きい音出してバンドやって1500円でいいのみたいな感じやったんですよね。はあ。それでライブもやって、みんなでうわーって盛り上がって、はい、練習も楽しい、大きい音出して楽しい、うん、あ、純粋に音楽で楽しむのってこんな楽しいんやっていうところから、おい、みんなおもろいぞって言ってやってるのがこれ大人じゃない、ね、なるほど、そういう風に、のりさん楽しみながらやれてるから、例えば、今回のこのシャナナなんかも、もう楽しむ勢いでテレビ局作ってまえみたいな。そうなんですよ。なんかね、あの、自分がやってみてちょっと面白かったら、みんなおもろいからおいでみたいな、ちょっとええからやってみようみたいな感じに押し付けるところがあるんですけど、いやいや、いいですよ、はい、もうこれどんどんね、このシャナナ絡みに皆さんどんどんこれ寄ってきてもらって、はいはい、もういろんな楽しいことちょっとこの曲でやっていきたいと思いますんでね。そうなんですよ、いやー、いいですわ、僕はね、普通のテレ地上のテレビ、地上波のテレビとかを、はい、あんまり面白く思えないので、うんうんうん、やっぱりそのなんかもうちょっと面白いもんできるやろうっていうのもあったりもしたり、うん、偉そうなのもあったりしたんですよ。同じようなんばっかりとか、あとなんかこう、なんていうんですか、昔僕らがね、うん、子供の頃だったような、無茶さもないしみたいな、ちょ、おとなしいですよね、いろいろ、まあ、あるんだと思うんですけど、今結構ね、うざいらしいですから、うん、まあ、我々ネット放送なので、うん、何でもあり、やってまおうと、やっちゃいますか。もちろんモザイクかけなあかんと思いますけど、ね、一応それはなんかあかんことはあきませんから、あきませんけど、公序良俗に反することだけが、まあ、ネットなんで、はいはい、まあ、しかも世界配信ですね。そうですね、うん、なんで、まあ、なんかね、面白いことができたらなっていうのはすごくありますよね。でもそういう中でね、うん、こうさせていただくこのきっかけ、アラカルトでございますけども、はいはい、いや、これどんな番組にこれから、いやいや、どんな番組にしていきましょうこれ、はい、いや、決まらず第1回目撮ってるというこの無茶さ、あ、さっきですよ、です番組名決まった、さっきですよ、あの3択でしたよね、そうそうそう3つまで決まってたけど、はい、どれしょう言うて、はい、さっき決まって今喋ってるっていう、はい、そうですよね、それができちゃうところはすごい楽しいですよね、うん、こんな無茶な状態でもオンエア見たらちゃんと入ってるんですよね、これね、そうです、そうです、そうです、えらいことやわこれ、ほんまに入ってんのかな、ちょっと入ってた、入ってました、お願いしますよ、入れてください、はい、うん、はい、まあ、でもどんな番組、どんな番組してみましょう、これそのきっかけってほんまに大事やと思うんですよ、そうですよね、うん、だからまあそれに始めていきますけど、まあ、番組もねずっと進んでたら、いつの間にかきっかけの話全くしてないこともこれありえなくはありえなくはないんですけどないし、でもなんか、まあ、きっかけアラカルトという言葉がきっかけで広がっていくといいですよね、はい、うまいこと言ってしまった、あ、すいません、いいですわ、すこれ時々出てくる、ちょいちょい出てくる、まあ、そんな感じでやっていきたいんですが、はい、まあまあね、ちょっとできることならたまに外も出てみたり、リポートとかいいですよね、そんなのしてみたいんですよね、うん、外もなんかいいです、なんか水曜どうでしょうみたいなのもいいじゃないですか、あ、まあね、ヨウ様すごいこと、そう面白いね、たまに何回か1回この2人でどっか外出ていて旅してみてもいいし、あ、温泉とかね、温泉とかね、おっさん2人温泉誰も見たない、あんまり見たないショットやと思いますけどね汚いですよ一瞬想像してしまいましたけど ね、うん、って言ったらそんなイメージがこうドーンで出てたりしたら消すよ、消すよ、湯気も飽きませんからねこれ意外と、おうおうって見てくれる人がいるかもしれない、そう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 、だから、まあ、そんな楽しみ事がまあ、はい、まあ、いろいろやっていけるんじゃないかな、アーティストさんもそうですし、本書いておられる方もそうですし、まあ、いろんな方にでもね、出て
欲しいですよ、うん、で特にやっぱインターネットテレビなんで、はい、日本だけにとどまらず多分こう、うん、世界中に多分ね、はい、この日本語が分かる日本人の方とか、あもしくはこう日本人じゃなくても日本語が分かる方って多分いらっしゃると思うんですよ。あ、そうですね、そういう方にこう NHK 以外にも伝わるような何かが、うん、この曲から僕できたら嬉しい。今めっちゃいいこと言われました。素晴らしいですね。なんか計画あるんですか。いや、っていうかね、その、はい、僕、ま、なんか 何を言ってるかよくわからないんですけど、あう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 あの、はい、はい、大好きな感じになってますけど、はい、あのなんかね、日常って、はい、こうテレビで見るものって、はい、ちょっとね、フィクションな感じがするんですよ、はいはいはい、なんかリアルな日常って、うん、なかなかこう、なんていうんですか、海外とかからこう、うん、見えてこないというか、あります、日常的なものが見えるのはすごく、はい、我々こう普通のごく普通の人間がその暮らしてるで、その生活の中であるごくごく当たり前のことっていうのってなんかね、そう思うんです。こう昔の例えば500年前の話、500年前前の話とか僕らが知れることって、例えばどこどこで戦がありましたとか、ちょっとその歴史上そうなんですよ、珍しいことじゃないですか。珍しい、その当時の人にとって珍しいことってニュースになってますけど、うん、はい、その当時のごくごく普通のことってよく分からなかったりするんですよね、はい、そういうことができるのも面白いですよね、そのレコードとか通じてね。はいはい、いやだからなんかね、まあ、日本とか海外でのロケみたいなのも行きたいし、はい、レポートとかもね、はい、いいですし、やりたいことほんまに山ほどありますよ、ね、多分ね、僕なんかこの自分の番組なので、うん、ここをどうするかっていうことですけど、ノリの場合は、はい、この曲全体のね、またそのいろんな番組も、はい、あれもこれもこんな番組もこんな番組もやっていきたいっていう、多分頭がいっぱいあるんですけど、膨らんでるんじゃないかと。でもみんながそれをね、なんかお互いこんなことやってくれる番組があったらいいよねって情報交換しながら、なんか曲全体としてね、そのステーションとして、はい、その一人一人の思いで、はい、それをなんか一人一人の思いを集めて、こう一つのステーションにできたらなと思うので、いいですね、はい、ぜひね、これからまあ番組の方も、どんどん増えていきますし、はい、そのね、この仲間にこう入ってくださる方も、そうですね、これからも募集ですしね、まあ、いろんな意味で、いやらしい話、スポンサーさんも募集でございますしね、はい、まあ、いろんなことを、どんどんこれからもね、はい、やっていきたいなというふうに、ね、思っていますんでね、はい、ぜひまたこれからも、この番組もどんどん盛り上げていって、そうですね、ぜひともこの番組、看板番組になっていけたらなとしましょう、いうふうに思いますので、ね、はい、ぜひ、局長のお力添えもいただきまして、はい、頑張らせていただきます、はいはい、よろしくお願いしたいと思います、はいはい、今日はありがとうございました。もう終わりなの？もっとしてほしいよ、もうちょっとだけね。耳元でささやくのの声ってどう歌えばいいんだろう。先生知ってる？ちょっとやってみてもいい？何なんすかこれから戻りましたけど、はいはい、ね、ということでいよいよエンディングになりましたけども、はい、これ早いっすよね、喋ってるとねこれ ね多分ね、もっと喋りたいこと、いや まだまだありますね。僕もいっぱいもっと喋ろうかなと思ったんですけど、もうあっという間に時間の方が、はい、来てしまいました、やってきましたけども、ぜひまたいろんなね、はい、この曲の告知もしくはね、はい、いろんなアクセス含めて、まだこの辺いろんなところにね、はい、字がこう流れてるか、はい、出てるか、はい、してるんじゃないかと思いますし、はい、他の番組とかもね、ぜひどん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 この番組以外にも、でき続けますので、そうですね、はい、面白い番組をどんどん、またはこんな番組を作りたいみたいなね、あります？今ちなみにちょっとこんなん作りたいなみたいな、僕はとりあえずその局全体の情報番組みたいなのやりたいなと思ってるんですよ。こういうのに一滴張って、こういう風な撮影をこんな感じでやってますよみたいな、今回の見どころはこれですよみたいな総合的な局全体を案内するような番組、はい、そうなんですよね、そんな番組やりたいなと思って、なるほど、他にもいっぱいやりたいことはあるんですけど、うん、まあ、ライブ訪問したりだとですね、
あとこの近辺のね、食べどころの美味しいところ、食べ物もね、いろいろやりたいんですけども、なんかこうどん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 湧き上がってくるものをね、いろいろ形にしていきたいなと思っております。はい、ぜひね、この曲も、これからどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、今日から始まりましたこのきっかけアラカルト、ね、きっかけアラカルト、これエッチ入れてると、はい、飛び回ってますね、こんなことしたら、ね、作る人困るんちゃうかな、編集大変やからファンですよ ね、と思いますけども、はい、ぜひね、ごひいきにしていただきまして、そうですね、のりさんもちょこちょこ、はい、出てください、出ていいですか、いいですいいです、全然呼んでください。もうなんかもう準レギュラーぐらいでも構いませんし、はい、この辺にあの顔を置いておいてくださってもいいですし、はい、いいかもしれませんね。まあだからこの番組これからね、どう進化していくかわからないんで、はい、外出ることもさっき言ったのがあるかもしれませんし、で、ね、でまあ今一人でやってますけども、はい、アシスタントの方が一緒にするようなこと、そうか、うん、これまた考えられるので、どないなっていくか、またこんなんやったらいいよみたいな、ちょっとね、またそれを皆さんから、どんどんよかったら、ね、視聴者の方にね、方々にこういろいろ育てていただくご意見、ね、うん、こういただいて、ご意見いただいて、やっていきたいと思いますけども、はい、ね、でもあの男2人の湯煙だけはね、出ないような感じ で、うん、そうですね、よろしくやめてみたいと思います見るに耐えないものですから、その辺はあのかわいいアシスタントが来てからと、そうですね、ということで、ね、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで今日はね、本当にありがとうございます。ありがとうございました。何かこうシャナナの決め文句とかなんかあるんですか。いや、ないです今やろうかなと思ったんですけど、無茶ぶりしたらえらいことになりそうでございますけど、はいはい、あの怪我しそうだったんでちょっとやめてきました。はい、はい、ということでね、はい、これからも、この番組、きっかけアルカルアラアラアラカルト言えませんでした。アラカルト含め、このね、はい、シャナナ TV の応援の方を、ぜひとも、よろしくお願いしたいと思います。ということでこの番組また来週も、はい、ずっと続けて、はい、させていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。のりさん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで一緒によろしくお願いします。また来週チューリー僕らみんなで